皆さん、こんにちは。えー、くのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。はい、いつもありがとうございます。で、えー、本日もですね、えー、楽しく歴史を学んでまいりましょう。歴史を学ぶことによって、想定外をなくして、えー、国内に立ち向かう。まあ、仮に国難であったとしても立ち向かえる日本人であれるようにということで、えくのじゅんチャンネルをお送りしてまいります。はい。 で、えー、まずですね、えー、本日の話の出だしとして出だしとか言って自分で言うのもあれですけどもあの私がですね普段教えている大阪観光大学とはまた別にもう1つですね、えー、名古屋の名城大学でも、えー、教えていると言いましたあの日本の歴史と文化という科目をですね週1回、えー、教えております。で、えー、その、えー、名古屋 のまあ、地元の五国神社ですね私にとってのもう一つの職場の五国神社が、えー、こちら愛知県五国神社であります愛知県五穀神社も大変あの古い歴史を持っておりまして、えー、古い歴史といっても他の名古屋市内のねもう本当に何百年千何百年前からある神社と比べれば歴史自体はあの短いと言えるのかもしれませんがその五国神社としての,あの歴史の長さこれはですね、えー、戊辰戦争の時に 尾張藩というのは本来御三家ですからですね御、まあ、三家というと人によってはなんか橋幸夫とかあの西郷輝彦を思い浮かべる人もいるかもしれませんがあの徳川御三家の方ですね徳川五三家の一つであったにもかかわらず最終的には明治新政府側に味方をして北越戦争で戦うわけですその時に戦死者も出るでその戦死者をお祀りした清中社というものがですね明治2年に創建されましてそれが元になって今の愛知県が 国神社があああるるとそうういででわけでありま実は、ねえー、この愛知県護国神社の、あのー、境内にですね、えー、まあみみみ見る人によっては目を引くものがあったわけです。えー、これはですね、えー、東海地区戦艦大和会というのが戦後ありましてこれは戦艦大和の元乗組員で、えー、とその遺族 を中心に、えー、結成された会なんでございますけれども、えー、その乗組員および、えー、遺族で、まあ、あの戦後愛知県五国神社の境内の、えー、戦艦大和記念碑というのがありましてこちらを建立、まあ、したわけでありますで、えー、これはまあ見てわかる通りこの碑ねこれは何かというと戦艦大和の4 6ンチ手砲弾なんでございます。 で戦艦ヤマトの46センチ主砲弾、まあ、これは当然ですね沖縄に向かった戦艦ヤマトに搭載されていたものではなくてヤマトが仮に無事に帰ってきたら呉に帰ってきたら、えー、また積み直して出撃するためのその、えー、予備弾ですね、えー、それを、まあ、入手して。 あのこちらで火にしつらえたということになるんでございますけれどもまあ私との対比でまあちょっと分かりにくいかもしれませんがかなり巨大な火であり砲、えー、弾であるということがお分かりいただけると思うんですけれども、えー、これ真っ白でございます。えー、これ実ははでですね、えー、去年の夏までは ちょっとまあ申し訳ないことに黒ずんで、えー、サビが浮いてたわけですね、えー、もともとですねまあおそらくは米軍に没収されるのをこう防ごうとしたんでしょうスーパーひとし君没収みたいになるのを防ごうとしたのかまああの戦後その4 6ンチ砲弾とかそういうものをまあ一回海に沈めたりしてるわけですねでその海から引き上げて、えー、こちらに持ってきたのでどうしてもですね内部が、えー、湿っててちょっとさサビできやすくなってたので結構何回か塗り直したんだけれども、えー サビが止まらないということで、まあ、そういう状態になってるよということを実はですね私はご当地名古屋あるいは近辺の講演会で事あるごとに、まあ、ちょっと差し出がましながら、えー、そういうことを伝えさせてもらってました、えー、名古屋では、まああのー、12か月に1回名古屋歴弁私の公開講座もあの開催されてますけどでそしたらですねその話を聞いたその名古屋歴弁の <laughs> 主催者はじめ有志がですねいや塗り直そうということで 自分たちでお金を集めて塗り直してくれたんですね。 えー、それが去年の8月1日の月日ことでございますでその塗り直した上でさらに今後は、えー、5年に1回塗り直そうということにしてくれたわけでございます、まあ、式年遷宮ならぬ式年塗り直しでございますかね。で、えー、そうすることによってこの日を永代維持しつつでそれともう一つ、まあ、あの重要な話があるんですがその話はまた後でさせていただくとしてですね、まあ、こういうことであの戦艦大和の足跡を伝える拠点 が、えー、こちら愛知県五国神社つまり名古屋市内にあるということでございます、えー、ぜひね名古屋市内の方のみならず愛知県あるいは東海一園の方は、えー、機会があれば参拝してみてくださいはいで、えー、今年もですね、えー、あ失礼しましたあの今年も、えー、4月7日が あの近づいてまいりました。4月7日というのはですね、まあ、何の日かというとですね、えー、戦艦大和が沈没した日でございます。で、戦艦大和というのがやっぱりもうこれはね、あのー、日本にとっては特別な軍艦でございますよね。まさにその大和、えー、まあ、これはあの今でいう奈良県にあたる大和の国。 のヤマ大和という意味でもありますが日本自体のことを大和という場合もありますねだからもう日本そのものを指す、まあ、軍艦の名前として長く、えー、日本人の記憶に留められているわけでございますまあ、ただですねあのー、私昭和55年生まれですけれども我々の世代にとってはですね戦艦大和というのを知る前に、えー、とワンステップあってですね、えー 「宇宙戦艦ヤマト」という、ね、アニメを先に知った上で、えー、その元ネタとして戦艦ヤマトに行き着く人も多いんじゃないかと思います。ね 私の世代結構そういう感じなんですよ。例えばあのシンデレラハネムーンという歌をねどうやって知ったかというとあのコロッケのモノマネで知るとかね、えまあそういう感じの世代でございますから戦艦ヤマトのこともまああの宇宙戦艦ヤマト経由でしたとまあそういう感じなんでございますけれどもでもそのいい経由ものを作ってくれてですねえこれ松本レイさんにも感謝でございます。で戦艦ヤマトについてですね以前の、えー、この復活前の くのじゅんチャンネルでもあの触れたことがあるかと思いますのでまああの例えばヤマトの戦闘とかそういうのはですねまぁ、あ、でもうそっちに譲ってですね今日はあのヤマトをやっぱりねもう一回ヤマトの凄さをあのまあ感じ直そうあるいは、えー、その後ヤマトがどういうふうに戦後されてきたかまあそういうことをちょっと中心にお話ししたいと思いますで戦艦ヤマトの還暦をあのまあ細かい戦いとかのぞってざっくり見るとですねまあこんな感じでございます <laughs> 昭和12年11月に寄港、まあ、作り始められたわけですね西暦で言えば1937年でございます日華ウイスキーに1937って書いてありますけどねそれと同じ年ですねまあどうでもええかもしれませんけどで、えー、それで、えー、昭和15年8月に浸水しておりますあの浸水ってわかりますよね え船として、まあ、その海に浮かぶ形にまずならなきゃいけないわけですがそうやって初めて船出、えー、する水の上に出ることを浸水と言います、ね、まあこれは文字通り海に押し出す場合もあれば。 ドッグで水を満たして浸水という場合もあるんですが、まあ、ともあれ、あの船として、まずは船として、えーまあ、完成したというか、ような。そうになった。えーまあ、ここまででも、すでに三年近い歳月がかかっておりまして、でその後、昭和十六年十二月に、えー、竣工しております。これはですね、もうあの、アメリカとの戦争が始まった後でございますね、まあ、ギリギリ。 戦に間に合わなかったという感じでありますけれども、まあ、実に4年以上の歳月をかけて完成しましたところがですよ、えー、間省きますよ、ね、省きますけれども沈没したのが昭和20年4月7日でございます、えーまあ、4年経ってません3年4か月でございますね4年以上かけて作ったものが3年4か月で潰れちゃったこれは悲しいことですよね。はい まあ例えばあの10年かけて作ったなんかこう美術品がねその後数百年、千年あのこう世界で称えられ続けるまあ現存し続けるものもある,ある一方で戦艦大和は4年かけて作って3年4ヶ月で死んでしまった大変無念の戦艦というものでもあるわけでありますがこのまあ戦艦大和についてですねまあいろいろ誤解があるわけです。詳しくは以前の,ねあの <laughs> あの私の番組で、えー、放送しておりますけれども、えー、例えばねあの戦艦大和なんてまあそううですねもうひどい怒りになると世界三大無用の長物とかってねなんか万里の長城と並べて戦艦大和なんかこうあげる人とかねあるいはまあ戦艦大和を,、えー、を作るぐらいだったら飛行機その分作ったらよかったんだとまあそういうもっともらしい意見もあります。ままあああそれともう一つは、まああの まあこれはも,もっともらしい言い方で戦艦大和1隻作るんだったらまあもうちょっと弱いといいますかね性能を抑えた軍戦艦を2隻3隻量産した方が良かったじゃないかまあこういう言い方も聞かれますがまあ今申し上げたようなものはまああの申し訳ないがあのほぼ全てがまあ単なる後知恵なんですね。もちろん歴史に後自衛はあの つき,きものですし後知恵によって教訓を引き出すこともできるんですが教訓を引き出さない単にバカにするだけの後知恵ほどこれはあさましいものはありません。でそういうものをこうちょっとあの今回はねそれは違うんだよということも言いながら、まあ、改めて先人のすごさに感謝できる、まあ、歴史を大和を通じてねお伝えできればとも思っています。そそもそもですね、えー、戦艦大和を作り出したた時時代代といいうううのはういう時代、まあ、は、どだっか。これ 第一次世界大戦が終わりまして、で、第一次世界大戦でね、あのー。世界中で何千万人もの方が死んだあわけでありますので。で、そういう大変な悲惨な戦争はもうこりごりだということで、えー。こんな悲惨な戦争が起こらないようにしよう。あるいは戦争が起こっても、そこまで悲惨にならないようにしよう。そういう努力を人間が始めるわけです。まあ、そうやって、あのー、大真面目に努力していた人間もいれば、あの、その隙を伺って。逆に自分とこは有利になろうとばっかり考えてたような国も。 実際あるわけでございますけれどもまあ一つは国際連盟というものを作った。えー 今の国際連合もなかなか平和にねちょっとなかなかかあのストレートに貢献するのが難しい期間なんですが戦前の国際連盟もまあやっぱりそれ以上にある意味ではあのね第二次世界大戦を防げなかったまあ、だから不完全な平和機構だったわけですがその国際連盟と連動しながらですね、えー、各種、えー、軍縮条約を結ばれるわけです。そのの中で教科書にもも出てくる有名なものが、はい 大正11年のワシントン海軍軍縮条約でございます、まあ、これはいろんな取り決めがあるんですが最も重要なといいますかメインの取り決めが戦艦の保有比率ですね当時戦艦があのどの国にとってももう本当に主力の兵器でございましたねあの空母なんでそんな活躍してない時代ですよ 空母ああるにはあったんですけれどもでその主力艦である戦艦の保有比率を、まあ、このワシントン海軍軍縮条約自体がですね、えー、アメリカの提案によってこうもたらされたわけですけれどもそのアメリカ対イギリス対日本が5対5対3とね そういうい比率になったわけですまあこれをね初めて歴史の本で見た小学生時代の久野少年は憤りましたよ。お前アメリカのね提案でなんかわざわざお前あのワシントンまでやってきてあの条約結んだったのになんで5対5対3やねん、まあ、当時3は知りませんけれどもねあの5対5対3ねこれで5対5対5とかね、まあまあまあ、あるいは5対4対5とかね、えー、日本にもちょっと配慮してくれたような比率だったらええねんけど5対5対3ね。 どういういことだとだ、まあ、これも良心的な日本人はですね、えー、5対5対3でもありがたい方ですとね、えー、もしアメリカイギリス 日本がですね一世の背でね、県間競争、軍艦を作る大競争を始めたら、もう5対5対3とかが10対10対3とかになっちゃうんだよ、5対5対3でありがたいぐらいだよという人もいるんですが、まあ、それもちょっと疑問ですね、<laughs> なぜならば、まあまあ、今日もちょっとね、細かい話は避けたいところなんですが、第一次世界大戦中にすでに日本はアメリカ、イギリスも作ったことのなかった3万トンクラスの戦艦を作ってるんです。 戦艦扶桑型の扶桑山城そしてそれに続く戦艦伊勢型の伊勢日向、えー、世界で初めて3万トンを超える軍艦を作ったのは日本でございますからねでそのの山城は戦後のね。 まあ歴史の本だとですねもうとにかくあの古くてボロッチ軍艦だったとか言いますけどそれはね軍艦それは月日がたてば何でも古くなりますよね女性が誰でもおばあちゃんになるのと一緒でね、はい、だからそう,そういうなんかこれもね後から逆算して古い軍艦だったとばっかり言,言われてる布曹山城なんですが実は我が国が初めて作った世界最大の戦艦でもあるわけですね。 そういうところもまあ歴史の本ではなかなか伝わってこないわけですが、まあ、まあちょっとそっちの方に入るのは今日は控えてですね、まあ、それぐらい日本の造刊技術がえ明治維新から50年も経たないうちに急に成長したそれに恐れをなしたのがアメリカイギリスですアメリカイギリスが世界二大海軍強国かと思ってたらもうそれを追い抜くぐらいの勢いで日本が戦艦を作っちゃったわけですからこれはまずい、うん、このまま日本が戦艦を作り続けたらとんでもないことになるということで <laughs> まあ 軍縮条約という名のもとにもうこれアメリカイギリスねアングロサクソンの常套手段ですよねはいみんなの平和のために軍縮条約結ぼうねみんながハッピーになるためにねあのあれ TPP やろうねってね今と一緒ですよ。でまあ それを分かっててあの受け入れつつも対策を練るんだったともかくなんかお人よしな感じの人はですねいやいやあのその通りだその通りだとね日本が譲歩して幸せになるんだったらそれの方がいいんだ、まあ、それだけ言っちゃうような論者もいるわけです今も昔も変わりませんで先ほども言ったようにですねあのこの空母プラス艦載機ね空母と空母に何十機もの飛行機を乗せてそれで敵艦敵地を攻撃するというねそういうふうな ものがが後にに主力になるわけですがでですこ,こ,こっちを先にねあの開発しときゃいいとかいう人もたまよかったっていう後自衛もたまにあるわけですがいやそうじゃなくてこの時に日本がですねワシントン海軍軍縮条約でもうあの5対5対3の枠を出られなくなるから戦艦を新しく作れなくなったんですね。であでかつしかも、えー、当時持っていた戦艦の地7隻を戦わず接して沈めてしまったわけです。ねその時の時ねえ。あの統合減衰 東互平和治療減衰の思いなどもね残っておりますけれどもでそういう風なうな、えーまあ、幕末にねあれだけ苦労した日本海軍海,海軍といいますか日本ねあの アメリカやイギリスのもうとてつもない力を目の当たりにしていつか彼らと互角にとか言ってたらもうちょっとねあの互角になっちゃって、まあ、ともすれば追い抜くぐらいの海軍力を持って海軍技術も持ってそれでなんかこうそれにあぐらをかいて戦艦を沈め自分自らね戦わずに沈めちゃうような国にまでなってしまった。これは幕末を知ってる。 もう当時の最長老の方々がさすれば噴煌、まあ、ものの話であったでしょうでも明治生まれの日本人にはそれが分からなかったわけですね要はこれで平和が帰えるなら安いもんじゃないかそこに落とし穴があったわけですで、まあ、5対5対3だってね後にアメリカとイギリスは組むわけですから10対3になっちゃうわけですよで、えー、その10対3になっちゃうかもしれないそういう穴をどう埋めるかという時にですね、えー、戦艦だけでは 限界があるつまり戦艦が制限されてるわけですからねだからその制限されて向こうよりも少なくしか持てない分をどう埋め合わせるかということでまあ,あの敵の戦艦をこの戦艦以外による攻撃でやっつけようというねそういう発想になるわけですそれ航空戦力の整備 にかかるわけですね。これが例えば真珠湾攻撃の時の機動部隊のような発想にもつながるわけです。でまあすなわちですよこれは戦艦の代替手段であった、ね、空母とか飛行機は戦艦の代替手段であっただから戦艦の技術戦術が極限まで発達してこそでしかしそれが、まあ、使えなかったり制限されたことでそれをなんとか代わりになる戦力を持たないとこれで空母や それ,にそれに乗せる艦載機飛行機の話が出てくるわけですねだからそれをすっとばしてなんかこうあの空母飛行機をもっと作れとそんな話はもう出てきようがないわけですねはいだからまあさっきから言ってように戦艦大となんて作らずに空母と飛行機をたくさん作ればよかったなんてねあのまあ普通に本たくさん書いてますけれども、まあ、こ,こんな話はもうあの素人談義床屋談義だけにしといてほしいわけですあ床屋の人すいませんはいで、えー、それとですよであの でそれで制限された状態からどうやって大和を作れるようになったかこれはですねワシントン条約の前最後に作った戦艦が長門型の2番艦の戦艦「陸」でございますで戦艦つ「陸、えー」が完成したのが、えー、大正10年ですね1921年でそこから そのワシントン海軍軍縮条約を途中までは、ね、日本はあの愚直に守っていたわけですがどうも,もうアメリカと、ね、雲行き怪しいということでこれはワシントン海軍軍縮条約を守ってるどころじゃないぞということになって大和を秘密裏に作り始めるのが昭和12年、まあ、これも公に執行していたわけじゃないんですが、まあ、とりあえず16年のブランクがあるわけですね。普通の工事でも、まあ、軍艦というのは特殊な技術ですけど普通の工事とかあるいは皆さんで言えば何なのかな 例えばあのし、しばらくやってなかったテニスをまた始めるとかそんなんでもいいんですよ、でそれでそうだったとしてもですね、16年間ブランクがあっていきなりやれって言われたらなかなかできませんよね、で、それをじゃあどうしたかというね、それをどうしたかで、これはこういうわけであります。はい、あの戦艦ヤマトが完成あ作り始められるまでに、えーまあ、ワシントン条約で。あのしん イークルバックが沈められてなおかつ練習戦艦入りした練習艦扱いされるようになった艦もあったんですが、まあ、それも含めてですね金剛型の金剛、比叡、春名霧島で負相型の不相、山城で伊勢型の伊勢ヒューガ、日向そして長門型の長門、陸、まあ、都合10隻戦艦があったわけでございますけれどもでこの既存の戦艦10隻を実はね実際に海に浮かんでる時期間より長いぐらいの期間 結構各地のドッグでこれもねちま巷の歴史書ではですね日本の戦艦はねもう2回も3回もなんか近代化改装して、まあ、それぐらいボロっちかったんだみたいなことを書く本も多いんですがいやそんなわけはないんですもちろんあの <laughs> 時代に即した改装をするというのはあのそれはそうなんですがでもう一つは改装工事をすることによって新しい戦艦を作ることは禁じられてたけれども、えー、その工員さんたち工事屋さんたちにとっては ですね、改装するということで戦艦に触らせて工事を担当させてそれ技術が衰えないようにしたそういうことがあったわけですねだから16年経った時に「はい戦艦大和スタート!」ってなって作ることがちゃんとできたわけです。ね まああのそういうふうにやっぱりねなんかもうちょっと先人たちに敬意を持つというか先人たちを信用してほしいわけですね、まあ、日本人の先輩たちはちょっとねアメリカイギリスの技術がなかったからしょぼい戦艦しか作れなかったのねと思うのかそれともいやあれだけ何回も何回もしつこく近代化改装やってたってことは何か意味があったに違いないと思うかどっちが日本人らしい謙虚な、ね、歴史の見方ですかということもねたまには自問自答してもいいんじゃないでしょうかはい。 でそうやってなんとかあの作り上げた戦艦大和の、まあ、まあデータ的なものは今日はできるだけ <laughs> 出さないようにしようと思ったんですが、まあ、大体、こんな感じですね排水量が6万4千トンこれは基準排水量というものでありますのでそこに全部なんかあの弾薬とか食料とかその他臨戦準備に入った時のまあ積み荷,荷とか兵器を全部積めばこれが7万2千トン以上まであの増えるわけです。 とてつもないですよね。はい、全長が2 6 3メートル、全幅3 8 9メートルで、えー、それまでの日本の戦艦はまあ,あの混合型巡洋戦艦だった混合型を除けばね結構低速だったんですが大和型は27ノット以上出せた。これは画期的だったわけです。で、えーまあ、兵員が2,500名これは、えー、最後。 沖縄特攻作戦の時は3,332名だったと記録に残ってますからまあねあの今でいう一つの村ぐらいの人口はあったわけですよね。はい、で4 6ンチ四方九門この4 6セン四方というのは大和しか持ってない大和武蔵ね大和型の2戦艦しかあの搭載してなかったわけです。はい、これまででのの歴史の中でいろんな、 艦載砲、船に乗せる大砲がありましたが、その中で最大のものがこの46センチ主砲であります。これを超える艦載砲はいまだ現れていません。ね。アメリカ最大の戦艦、これアイオワ級でございます。 アイワ級の4隻の隻戦艦これは三連装手法がねなんかこう前の方に2基後ろに1基あるからこうこうねあるからなんかこう大和型と近いイメージで捉えられる、ね、ライバル扱いされることが多いんですがこのアイオワ級とて四40.6センチ46センチですね40.6センチね。 これは日本の,その大和型の前の長と陸奥と同じ、えー、光景でございますけれどもじゃあアメリカは4 6ンチ砲をどうしても作れなかったのか、まあ、まあ彼らもね無理をすれば作れたかもしれませんけれども、えー、ただあの一つ問題がありましてですね、えー、さっき、えー、大和型の幅が38.9メートルと言いましたけれども、えー、アメリカの軍艦はですねアメリカ大陸があります。で横に 太平洋と大西洋と西がありますね日本に向かっては太平洋ヨーロッパに向かっては大西洋で両岸戦略という言い方をしますけれどもこの2つの海にまたがって動かなきゃダメなわけです。でその時にですね大西洋から太平洋あるいはその逆に移動するときにパナマ運河というのを通るわけですね。はいあの アメリカ大陸を人間の体としたその腰の首でみたいになってるところねそこがパナマ運河でございますでそのパナマ運河を通るときに今はもうちょっと広がったようなんですが当時は35メートルを超える幅だとこれ通過できないパナマ運河を通過できなかったらマツラン海峡を通ってね3倍の長さのえー 距離を移動しなきゃダメにななるわけですなので幅を3 5トルを超えられないで3 5ルを超えずに4 6ンチを搭載できるか当時の技術では不可能だったわけですなのでアメリカは4 6ンチを諦めた、まあ、もちろん4 6ンチを詰めなかった代わりにヤマト型にはないいろんな工夫が凝らされたアイオワ級だったわけですがアイオワ級もなかなかの戦艦ですよなかなかなとかで私が言のもあれですけどねまあただ <laughs> まあ、アメリカにとってはです、ね、ついに46センチを抜けなかったで日本にとっては46センチがいまだに世界最大の光景の、ねえー、関西方であるし世界最大の戦艦で大和武蔵があり続けてるこれは、まあ、我が国にとっての誇りでございますね。 ある時期において最大だった最強だった、ね、あ,るある時期において一番好きだったそれはイライラありますよね。えー、ところが、うん、その後ずっと、ね、最大であり続ける最強であり続けるこれはなかなか、ね、大変なんですが、まあ、もう今後も戦艦なんてものは、ね、作られないでしょうからおそらくは戦艦大和そして同型艦の武蔵が世界最大最強であり続けるだろうと。 いうことでそのこれからも最大最強であり続けるものを日本が持ってるんだかつて作ったんだ持ってるというのはね、かつて作ったんだとそういうことであります。でその戦艦山マトは、まあ、皆さん少し詳しい方はご存知の通り昭和20年4月今から75年前でございます沖縄侵攻中の、まあ、アメリカを中心とする連合軍を撃滅するために陸海共同でねその特攻作戦を行ったわけですがその時に出撃するわけでございますね。 この陸海共同での特攻作戦のことを菊水一号作戦と言います。 ヤバトが直接あの出撃するときにはそのあのまた天「天一号作戦」というもう一つの作戦命令が下だったんですが、まあ、ともあれそのこの菊水作戦、ね、陸軍と海軍、まあ、あまり、ね、なんか連携して作戦をと取れなかったとかよく揶揄されますけれども、まあ、あのこの時ばかりはです、ね、もう本当に日本が全力総力を挙げて沖縄を助けに行かないとということになるわけでございます。まあ、菊水一号作戦のその菊水っていうのは ね、これもご存知の方多いでしょうね。ええー、楠木正成の門紋所でございます。だから楠木正成が港側の戦いに赴くような心意気で、えー。まあ立案して出撃した作戦だということになるんでしょう。<laughs> まあしかし、ええー、分つとなく。出撃の翌日ですね。4月7日午後2時過ぎ。ええー、大和は沈没してしまったわけですね。えー、魚雷十数本、もうあと数え切れないほどの直撃弾、資金弾を受けて。 この,この,もうあの、ね、黒煙すごいでしょうこれがだからヤマトの全長の2倍ほどの5 0 0ルほどあ黒煙が上がったというふうに伝わっているわけでございますけれどもですねで、まあ、あのこ,この黒煙、ね、これを受け止めてわ今の我々がねマトというのをどう捉えるかと。 いうことであの大和というのはまあ今申し上げたように特別な軍艦でもあるしあとは、まあ、やっぱりこの時にね3,332名のうち273名しかこう生き残らなかったわけです。あの例えば今ねあの武漢肺炎新型コロナの,なんかこうあの死者に対していや普段のインフルエンザの死者の方が多いよ っていう言い方をするとなんか、ねあのまあ、そこで議論になっちゃったりするわけですけれどもいやもちろん、ね、あの普段の,あのインフルエンザの死者の方があの多いからって今の,あの武漢肺炎の対策をしなくていいとかいうことには全くなりませんよ。ただ,ただですよ今の あの武漢肺炎よりも本当にもう生存率の低いようなの戦いとかそういう事態にあのこう身を投じた方々がどのようなね思いでそこにいたかそこに身を投じたかということを考えるのはこれは無益なことではないですね。つまり今武漢肺炎をまあもちろん政府そして我々国民一丸となって対処しなければいけませんしその対応することによって被害も 極限することができるこれは重要なことですが一方ではですねじゃあ極限するためにじゃああの本当に何かこう家に引きこもってじっとしてていいのかというとそう,そうもいかないわけですからじゃあその時にどういうまあ、覚悟を持ってあるいはどういう教授を持って日々行動するかこういうものはやはりもっと厳しい状況に置かれた先人たちを仰ぎ見ることでまあ 例えばいやこのコロナでも大変だな嫌だなと思うときにいや,いやもっと大変な人もいたかもしれないという我々のねやっぱりあの日々の行動の,、ね、あのモチベーションの糧にもなると思いますから、まあ、こういうも,もっと大変だったかもしれないもうそれどころじゃないかったようなそういうところもちょっと。 想像できる想像力はね我々は持っていたいものであります。で、えー、戦艦ヤマトの元乗組員でここのあのた沖縄特攻作戦に参加して生還された方には私も十数名、えー、取材をいたしましたけれども、えー、そ,その一角一部がですね、えー、この帝国海軍の功績に載っております。まああのこちらではあの戦艦ヤマトの沖縄特攻作戦だけで一生分設けさせていただきましたけれども、まあやっぱりこう重い証言で。 でございます、えー、重い証言なんですけれどもですねあのまあ何て言いますか、えー、一つね私があのまあ、日本人の一人としてその方々にお詫びしたいというのがですねやっぱり、えー、戦後75年戦争は悪いことだでその悪い戦争をした日本は悪い国だそういう歴史観がマジョリティーとして魔界とってきたわけです。 ってことはですねその国をその戦争においてその国を、ね、祖国日本を守るために出撃したその中でも一番極限状態の本当に精、ね、算なあの戦闘を行った戦艦大和の戦いを尊い戦いとして戦後語り継げなかった継がさせてあげることができなかった日本というのが75年間あったわけでございます。ともすれば、まあ あの極端な話あの戦争に勝っていればですねあのこのヤマトの出撃によって沖縄は救われたとかねあれはまあその時は沖縄はちょっと敵,の敵に侵略されちゃったけれどもあのヤマトの出撃を乗り越えて我が国が盛り返して勝つことができたかまああの。 まあ、いずれにせよ大和出撃はもう本当にあの尊い戦その後語り継がれる物語になったはずなんですねところがこの日本の戦後70年の歴史観のためにですね、えー、例えば沖縄は見殺しにされたそしてね あの戦艦大和は無駄な出撃をしたそんな歴史観がまかり取ってしまったわけでございますそれがもう世の中を埋め尽くしてしまったわけですので当然いやあの大和自分が乗ってた大和はこれは尊い戦だったんだとのなどをこうね言えなくなってしまった言えなくさせてしまった。 えー、その戦後日本75年っていうのはもちろん私は、ね、あの戦後35年経ってから生まれましたけれどもあの私も含めて戦後生まれたあ日本人も含めた、まあ、運命共同まあそのね共同責任ですよ戦後75年というのは。ね、だから今からら今でも、ね、戦艦大和を に乗って出撃された方の思いをあの等身大に聞けるような環境づくりをまあ本当に数えるほどしかねもういらっしゃいませんけれどもそれをするというのはこれ,これも無意味なことではないと思いますはいでこの昭和47年沖縄が日本に復帰しましただから戦争中には奪われてしまってその後も占領統治下に置かれてさらに日本が再独立した昭和27年以降も、えー、さらに20さらに20年間 そのあ後は敵ではなく、まあ、他国と言うべきでしょうけれどもに委ねられてたわけですけれどもえそれがようやくですねえ戦後27年経ってえ日本に復帰したわけでございますでまあこれ自体は大変あ,のあ,、まあ、ありがたいことというかあのお,おめでたいことなんですけれどもその時にじゃあその沖縄が日本に復帰したっていうねストーリーを語るときにその話の中に戦艦ヤマトはいましたかということですよ。 ね、ここで歴史の分断というのが起こってまして沖縄の日本復帰は万歳、ね、ところがところが日本はあるいは日本軍は沖縄を見殺しにしたんだでこ,これを両立させようという無理,無無理筋な歴史観がしかしその後まかり通っちゃったんですねこれも本当に申し訳ないことでございます。まあ、これれはは、ね、ご存知のの方もも多いいと思いますけれども日本は沖縄戦の時にチラン 陸軍のの特攻隊が鹿児島県のチラン基地今はあの南九州市というところになってますけれどもそして海軍はこの鹿屋基地ねあのなんか痴漢の方がどうしても有名ですよねあの海軍の特攻隊だった方とかにもね「あのチランにいたんですか?」とか聞いちゃう若者いるんですけど「チランはまあ まあ、ほ,ぼほぼですよあのほぼ陸軍なんですけれどもで実はあの、まあ、どっち多い少ないで何か価値を決めようとは思いませんが、まあ、チランの2倍以上の,あの特攻機がこの海軍のカノヤ基地が飛び立っているわけです。で合計すれば特攻機約1,800機ででが出撃しまして、えー、そ,のそして戦死したのが2,600名以上、ね、これだけの特攻隊が沖縄へ向かったわけです。 これで沖縄を見殺しにしたと言えますかそして沖縄の側で戦っている方々もそうです。陸軍は第32軍が主力として沖縄にいたでそれでアメリカ軍を迎え撃ったわけですが、えー、まあ4月1日から戦闘が始まっ昭和20年4月1日から戦闘が始まって6月23日ついにもうあのここまでついにこれまで組織的戦闘は終了してあとはみんな各自でもう千葉でなんとかあの。 やってってくれね。悲痛なあの命令を下して、えー、牛島光る司令官が、まあ、自決するわけですけれども、その自決する時の。言葉が、えー、歌が疑時勢がこれですね。矢玉月、雨土、みそめて、散るとても。えー、玉飼いす、み国守らん。ね。結局、あの。沖縄は、この戦闘では守れなかった。だから。 えー、自分が戦死した後も魂だけは戻ってきてなんとか祖国日本を守りたいあるは守らせてくれでこれはただ単にね単純になんかこうこの人がなんか軍国主義で頭があのやられちゃっててなんかこうそんな適当なこと言ったんではなくてやはり。 人間特に日本人だったら亡くなるときは適当なね自分のエゴだけの話なんてできませんよだからこれは沖縄で視力を尽くして戦ったあの、まあ、彼の部下の分まで、まあ、あの代弁する形でこの、ね、言葉思いを絞り出すように後世に伝えたと私は解釈しています。